どうもレイマルです。このチャンネルは桜坂、日向坂、ユニゾンやメインで動画投稿しております。桜坂、日向坂オタクのチャンネルでございます。ぜひね、桜日向オタの皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日はですね、ゴールデンウィーク2日間連続投稿企画の2日目ですね。本日やりたい動画の内容は、今まで買った推しメンタオル全一挙公開私、推しメンタオル1杯持っております。それをね、紹介していくという動画になっております。なので、まあ、欅坂、ひらがな欅の時代から、桜坂、日向坂まで、今まで俺が買った、推しメンマフラータオルをね、今から紹介していこうかなと思います。というわけでね、早速やっていきましょう。俺はね、箱推しマフラータオル派。2018年の武蔵野森で開催されたセカンドアニラに初めてライブ行ってきて、当面の間私は推しメンタオルを買ってませんでした。で、一番最初に買ったのがこのマナカの推しメンタオルですね。まあ俺のアリア友がマナカ推しっていうのもあったし、卒業する、マナカが卒業するってなった時に、これはね、アンビバレントの全国握手会で、購入したものでございます。こちらマナカが一番初めに、まあライブではね、使わなかったけど、卒業記念として、マナカの推しメンタオルを一番初めて買ったのがきっかけでした。はい。で、こっから僕の推しメンタオル購入が始まります。はい。で、これがマナカの推しメンタオルですね。で、続きまして、これはね、佐々木美玲タオルですね。ひらがな欅時代の時の佐々木美玲タオルも持っております。一般の推しメンタオルですね。で、こっから黒い羊の推しメンタオル持ってて、これもまあまあ卒業記念ではあるんですけども、もんちゃんの推しメンタオルを持っております。黒い羊ですね。もんちゃんの推しメンタオル、鈴本美優の推しメンタオルを買っております。ライブで使うことは、まああったか。あったのはあったわね。もんちゃんの推しメンタオルでございます。これは、サードアニラとかに持っていったかな。もんちゃんの推しメンタオル。もちろんね、元推しというか今でも、応援しておりますが、長浜ねるちゃんの推しメンタオルですね。まあ、これの黒い羊の、まあ、白い羊と黒い羊なんですけど、まあ、なんせこの推しメンタオルは見にくい、ライブでは。多分ね、メンバーから見にくいタオル、このねるって全然見えなくないね。長浜ねる、こんな感じのタオルになってます。ちょっとこれはね、まあ、見にくいタオルランキングで上位ですね。で、一応ね、その時の、まあ、日記生の一番の推しの田村ほのちゃんの推しメンタオルも持っております。はい。推しメンタオルに重視するのってやっぱり、メンバーの名前が一番見やすいのを重視するよね。で、続きまして、欅共和国2019の推しメンタオル。こちらはね、またまた田村ほのちゃん。ほのちゃん推してたんやね、俺。まあ、今でも推してるよ。今でも推してるけど、積極的に推してたのよね、ほのちゃんをね。育成だったらほのちゃんってなってたのかな、当時は。で、渡辺りさですね。りさちゃんの。これ、共和国で買ったやつですね。りさちゃんの推しメンタオルを持ってます。これもね、若干醜さはあるよね。めちゃめちゃ醜いっちゃ醜い。この下の文字とかぶってて、おい待ってと、お前は何推しや、誰推しやって思った方、すいません、ここまで買ってなかったんで、ここでようやく私斉藤冬花の推しメンタオルに手を染めました。欅坂46、2019年欅共和国の、斉藤冬花の推しメンタオル、これが初めて買った冬ちゃんの推しメンタオルになっております。はい。で、ここで僕は気づきました。推しメンタオル全メンバー分集めたいなと思って、これはね、後ほど卒業の時にもね使えたんですけど、結構ねバラバラで買ったのよね。オゼちゃんの、これはね、幻のフォースアニバーサリー、欅坂のフォースアニバーサリーの推しメンタオルですね。これ見やすいよね。ね、使う、ライブで使うことはなかったけどもね。で、欅坂のマフラータオルは以上です。はい。で、一気にね、桜坂に飛んじゃいましょう。これ僕が一番愛用している、もうね、めちゃめちゃシンプルイズザベスト、これがノーバディースフォルトの斉藤冬花の推しメンタオル。もう僕はね、これで行くって決めました。はい。もうこれしか勝たんです、僕はね。桜坂の推しメンタオルの中ではもうこれ以外買わなくてもいいと思ってるくらい、僕はね、今後これで行こうかなって思ってます。この絶対にこれがいい。うん、めちゃめちゃ見やすくないね。で、一応ね、バックスライブ行ったんですよね、僕。バックスライブで、バックスライブの推しメンタオルも買いました。一応これはこれで超見やすくない？は、1回目のね、バックスライブの時の推しメンタオル。いや、でもこれよりも俺はやっぱりこっちのノーバディーソールドの推しメンタオルが好きかなーって感じやね。うん。で、桜坂、欅坂は以上かな。1、2、3、4、5、6、7、8、8枚か。で、ひらがな欅が出たら9枚持ってます。で、日向坂ですね。日向坂になってからは僕も買いました。こちら、
ドレミソラシドの富田鈴香。もうね、推しメンカラーはね、変わっちゃったんですけど、当時のスージーの推しメンタオル。はい。僕の神推しのスージーの推しメンタオルも持っております。このね、素材がね、いいのよね。うん。で、こっからは、みくりちゃんに染まりました。こちら、全国お日様化計画の高橋みくりちゃんタオル。これもめちゃめちゃ可愛くない？これ結構俺はお気に入りね。結構お気に入り。G も見やすいし。で、この前の3回目のひなたん祭の東京ドーム公演の時の、僕はこれがね、一番好きですね。なんやかんや。この高橋みくりタオルの中ではなんやかんやこれがシンプルイズザベストでございます。で、この前の4回目のひなたん祭の、あだ名タオルですね。まあこれは記念で買いました。みくり、僕はね、あだ名タオルもいいんですけど、やっぱね、正式名称というか、あの本名の方がいいので、みくりちゃんのタオルと、これはね、いただき物になるんですけど、この前の4回目のひなたん祭で、天使かとしのあのマフラータオルももらいました。これは嬉しい。絶対ライブで使う。これ今度のライブで持っていくからね。っていう感じでございます。計これで9枚と10、11、12、13、14、15枚持っております。マフラータオル、まあお金計算してみてください。でもそんなね、15枚持っててもそんな、まあ高いけどねっていう感じでございます。皆さんのマフラータオル家に何枚ありますか？いや、でもほんまにメンバー分集めようとしてたことがあって、マジでちょっと頭おかしかったなって思いつつも、意外となんか今見返して、ほのちゃんめっちゃ買ってるやんとか、まあさすがになんか今桜坂になってるから欅坂の推しメンタオルはね、あまり使えないねんけど、まあでも過去の思い出として残しておきたいなとは思いますね。ということで、こんな感じでございました。皆さんの推しメンタオルはいかがでしょうか？まあこれからね、推しメンタオル買うってなったら本当にデザインがめっちゃいいのでしか、まあ、買わないかなと、個人的にはね、まあ、お金もね限られてくるし、遠征費とかもねたくさんかさばるので、マフラータオル、推しメンマフラータオルはなるべく何枚も買ってもまあまあまあって感じだけど、まあその時のねライブのさ、マフラータオルを買って写真撮りたいやんか、みんな。それ目当てなんですけど、僕はね、斉藤冬香の推しメンタオルに関しては、俺はこのノーバディーズフォルトの推しメンタオルがもうこれデザイン完成されすぎて、なんかこれ以上に惹かれるマフラータオルがなければもうこれでいきたいなって個人的には思ってる。うん。みくりちゃんのマフラータオルも同じくね、結構気に入ってるのこれ。うん。皆さんいかがでしょうか？私ね、桜坂、日向坂、社会人オタのレマル、私学生時代から集めてきたマフラータオル15枚ぐらい持っておりました。皆さんね、何枚持っておりましたが、ぜひね、コメント欄で、コメントお待ちしております。皆さんの好きなデザインのね、マフラータオルも、教えてください。ということで、ゴールデンウィーク2日目の動画でした。明日の動画もお楽しみくださいませ。では、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。